来たー、メインイベント。10歩。あ、タスク増やしてないや。うん、増えてるか、1個増えてるか。よし、ヌーの平和は俺が守る。上がっちゃった。527227527。定期的に打てばいいのか。治らな。これ音バグなんかね。定期的に聞こえるんかな。外本当にいるんかな、近くに。はい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 、生き残った。千早さんの死体が、はい。なんて言うんだろうな、うん。ちょっと待ってください。エンジンと、拘置所の間、エンジンの、エンジンの上、あ、はい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 、この通路みたいな、はい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 、ギャップ、そのなんかリアクター解除するところに向かう、うん、最中にキルされたのかなと、誰もいなそうだったからね。あ、ちなみに滝尾さんの後ろ走ってて、滝尾さんのセリフがないのは私が証明。え、これめっちゃ絞れると思いますよ多分。先端さんは無理、先端さんチャゲポイさんが右直してて、で僕とメイヤさんも右側にいるんで、僕ずっと直します。あの10秒ぐらいから見てます。僕から武器庫の方に行くときに武器庫からトータスさんが上がってきた、うん、あれ、うん、武器庫からトータスさん、はい、うん、そう、まあちょっと怪しげな位置、それってやれるぐらいの位置、うん、やれやんでも ないかなって感じ。き逆に俺アルトさんはコックピットから来たんやったら、その、うん、金庫からベントで全然あ、なるほどね。あ、うん、それも考えられるね、確かにね、うん、だから最初はないと思ったけど可能性は全然ある。 あ、はい、でも開幕さ、トータスさんキッチンだってよね。はい、その時間軸でまだ武器庫いるのと思っちゃうけど、ハンバーガーゆっくり作って、その後武器庫武器庫のドアが2つとも閉まってて、上側のドアに苦戦してたぐらいかな。え、にしても長くない、さすがにそんなに。そうでもまあまあ、サントスさん視点、タキオさんなくて、タキオさん視点、サントスさんもない感じで大丈夫ですか。うーん、サントスさんどっか来たのかちょっと分かんなかった。あ、だって私ごめんなさい、今言ったようにキッチンスタートしてる話をしていて、はいはい、セキュリティエレクトリカルに行ったタイミングで、なったので右の方直しに行ったところで、多分シャワー室ぐらいでタキオさんと出会って行ってるんで、私そっちで切ってたと時間軸間に合わないんで。なるほど。でもトータスさんって武器庫から確実に出てることは確かなんだから、武器庫から殺しに行ってまた戻って武器庫に戻ってるってなんか変な感じもするけど、ね、まあ確かにそりゃそう。え、で寺蔵さんってどこに、うん、至ってました。シャワー室でタオル拾いをした後、昇降機の右側に行ったらみんな右側にいて左側直してないようだったから、竹尾の後ろからついていってメインホールぐらいでブ、うん、それもあるんだ。じゃあもうアルトさんかトータスさんじゃないですかこれって。メイヤさんがなんか違う方向に行ったなっていうのを見た。これはあの下の方行ってやる。メイヤさんは見てるんで僕大丈夫だと思う。診療室でしすれ違ったね。アルトータスいっちゃうこれ。きたー、メインイベント。10歩ぐちゅぐちゅぐちゅ、ぬっぷを。シュッ。9708。はい、俺のヌーンを奪うんじゃん。黄色黄緑。おふざけんなマジで。おふざけんなマジで。どうしました。どうしたの。
いや、大丈夫です。ヌーに乗りたそうにしたから、もう一回僕が乗って。嫌がらせるけど、マジで。僕も寺田さんにヌー奪われたんで、黒目だと思います。寺田さんは。メイヤさんなんて、わざわざ往復してますからね。みんなのヌーンだぞ。そうですよ、僕右側で左行きたくて順番待ちしてたのに。俺もだ、ノーヌーン。公共のヌーンの効果は走ってたわ。いや、絶対アルマ君に渡したくないなと思って。キルクールタイムまだ開けてないんじゃないかなっていうぐらいの時間だったと思うけど。40秒。いや、ちょうど開けるぐらいじゃない？どんなもんだろうね。ちょうど開けるぐらいじゃない？そうかな。え、てかもう1キル目、え、どうなんだろう？他あるのか。いや、まあ、ない気がするけどね、まあ、僕目線はもうアルマ君、センタンさん、竹尾さんもほぼ無理だし、チャゲポさんも無理ですね、右に行った、うん、無理です。はい、うん、でも一応足して自分で言うのもですけど、竹尾さんとさ一応あるじゃないですか。はい、まあそうです。まあでもそれいらしたらアルマメイヤもあるし。ああ、まあ確かに。いや、アルマメイヤはほぼないんじゃって、ないか、他にも視認されてるからないか。うん、竹尾さんとさんにあんま思えないけど、ね、じゃあ4ローラーしよう。4ローラー4ローラー誰だ。2ローラーでしょ。アルトータスですか。アルトータス。ぶっちゃけトータスさん、あんまりなんかこんなって感じやけどな。俺がブキコ入るタイミング、誰だ、写真撮った記念撮影してんの。誰ですか今、自撮り。で、ごめんなさい、手に当たっただけです。人が死んでるんですよ。自撮りしたのかと思って。自撮りをするわけで。あ、なんか、ブキコに入るタイミングじゃなくて。違う、ちはやさんがどんな気持ちで今のスクショの音聞いてると思ってるんですか。ブキコは無理だと思ってて、シャワー室ではあったのかわかんないけど、昇降機前でいたのを見てるし、そこから、うん、逆側に向かおうとして、あのヌーン使わずに回ってて、ちょっと時間的に左で殺すの無理なんじゃないかなって思ってます。まあもう1キル待つとさ、まあ待ってもいいと思うけど。お、トータスさんの方が票多いんだ。僕はスキップしました。僕もトータスさんね、時間かかりすぎてるから。頑張る、頑張るから。無理になってもらって幽霊になってもらって幽霊の方、幽霊だったら解除しなくていいからね、ドアそうだね。これ一番好きかも、マジで。トムとジェリー感がある。おい、メイヤ、お前かき氷の上に乗ってるイチゴみたいな顔してんな。どんな気持ちでお前イチゴ乗せてんの。お前は主役じゃねえからないとくけど、イチゴが主役なだけであって、お前はただの H2O だからな。ただの個体の。はい、あれ、アルマさんがキッチンの左上ぐらいで死んだ。何？キッチンの左上？キッチンの左上。わあ、誰だっけ？誰とすれ違ったっけ？ブキコの上ぐらいで。チャケさんだっけ？テラゾーさん、開幕僕キッチン降りて、うん、あのコメサボ入ったタイミングでブキコから出たところをテラゾーさんとすれ違ってます。通信室、あの、小宮さんは確かアルマさん直しに来てなかったかな。アルマ、アルト、チャゲさんです。ですよね、うん、アルマさん、ささっと直して。あ、見た、なんかその人たちがいるの見たわ、うん。で、チャゲさんが多分直してくれてると思うんですけど。あ、多分、僕もさ、触ったけど、多分、アルマさんが先に直したのかな。ってくれたのか、僕がやってる途中でもう、あの、直ってたんで。ってなると、まあ、アルマさんが先に直して、うん、ちなみにテラゾーのルートは武器庫、キッチン、展望デッキでキッチンに戻ってきたところで、多分サントスさんがセキュリティ側から行ったのかな。いや、違うと思う。俺ね、センターさんと電気室いて、で、俺で今センターさんが上行ったのを確認し、うん、僕はセキュリティでカセットの、ね、タスクをしてる、はい、うん、今キッチンを横切ったのは誰ですか。俺はそっちまで行ってない。
あ、センター？いや違う違う違う。宮さんの知ってるだけ。センターメインホールにいる。他行ってないです。あと、トータスさんもメインホール。メインホール。ああでも、センターさんも多分上行ってて、下通ってないから、上通ってるんだったら、武器庫前とかで誰かに多分視認されるはずだから、今回多分センターさん無理なんじゃないかなと思う。宮さん、多分そこまでたどり着けないと思う、時間的に。センターさんと宮さん、とりあえず省いていいってことなんで。まあ僕はね、ギリいけるかもしれないけど、助けちょっとやったから、まあ、センターさんは無理っていうのは僕は言えるかな。え、サントスさんってどっちから来てんの？武器庫側から来てんの？武器庫側から行ってる。え、嘘？今、キッチンに誰かいたじゃん、今。え、そうなの？右下から左上に上がってくの、俺が見て、その直後にブーってなってるけど。なんで誰も言わないんだ？え、俺メインホールまでサントスさんと一緒やったけど、メインホールから左へ行くサントスさんを見てないで。メインホール？じゃあサントスさんが行ったら行ったんじゃない？いやいやいや、私込み前で人と会ってるよ。確かチャゲさんとかアルトさんと会ってるから、メインホールから左に行ってる。サントスさん見た見た見た。今トータさんそれ話めっちゃ古いと思う、多分それ。あ、マジか、ごめん。めっちゃ古いんですよね、トータさんは。うわぁ、スモさんからもうちょっとね、時代が。あ、行けない。あ、ちょうどよかった。トプトプトプト16980。俺がヌーンする。どけ、俺のヌーンだ。イエーイ、ショートか。うんーし、うんーし、スーパーチャットありがてー、ありがとうございます、ありがとーい。キュッキュッキュッ。はいはいはい。で、結局寺田さん軸で話を進めたらいいんじゃないですか。うん、うん、私は武器庫から行ってます。あ、ただ武器庫のタスクやってからキッチンに入ってるんで、すぐ行ったわけじゃないです。ちょっと武器庫で時間あってからキッチン入って、キッチン左上行ったんです。俺エンジンルームの前の扉をアルマさんと一緒に開けてて、あ、アルマさん自分で開けようとしてえな、これ。俺が3回ぐらい失敗したのにアルマさんがそのまま立ってたから、アルマさん怪しいなって思いつつ、武器庫で拳銃のやつカチャカチャってやった後、キッチン展望デッキっつってキッチンに戻ってきたところで誰かとすれ違って、誰かが右下から左上に上がってくのを見て、白いな、麺屋さんかなって思ったけど、足を見て白いなって思ったからセンターじゃないかなと思ったんだけど、違うの。センターは絶対ない。ああ、センターメインホールで見てるけど、あ、弁当あるかもしれないけど、うん、いや、どうなんだろう。あ、そうか、弁当ある道なのか。でも、すれ違った瞬間になってますよ、アルトさん。あ、じゃあ無理じゃない。うん、あの、シャワー室に僕が走ってるタイミングで確かすれ違ってるはずなんだけど、じゃあ無理じゃないか。逆方向に逃げるんだったら分かるけど、下の方向に向かって行ってるから、多分犯人じゃないんじゃないかな。なのに、出てこない。え？あ、相方とか、それもしかして。あり得る。相方か。寺蔵さんってさ、それで武器庫に行って上から入っていく人は見てないんですか？見てない。後ろからついてきてる人も見てなくて。うん、じゃあサントスさんってどこから入ったの？え、だから私武器庫の方から行った。ただ、私コミュ様が治った後に一回コクピット入ろうとし、コクピット助けないじゃんって言って。武器庫の方に行ったんでちょっと遅れていて、その後武器庫のタスクやったんで、多分寺澤さんが抜けた後に武器庫でタスクやって、その後キッチンの左上に入り口に入ってしたい報告って感じで、多分寺澤さん先抜けてるんだよね。サントスさんがキルして行こうとしたら寺澤さん見てやべみたいな感じで戻ってセルフみたいな、いやのはなさそう。他アリバイない人って、もしそれだったとしたら死体遺棄そうした方がいいんじゃないっていうのが一応あれだけど、そこで言ったら寺戸さん見に行ったら偽装できなくないですか、一。うん、寺戸さん、あ、視野的に寺戸さんも死人できてたらやべ、通り越しちゃったみたいな。それこそサントスさんが相方でレポートしなきゃまずいのかみたいな感じで戻ったみたいな。みほうみほうみほう、タスクが好き。あ、ごめん、めっちゃうるさいよね、口笛。すまぬん、すまぬん。しゅ、
し。AK。AK。47。AK。し。出た。ゴミ捨て。あ、しょぼ。あ、しょぼって言ってた。しょぼくない。しゅ。なんだこれ。あ、これ電波飛ばすってやつ。何これ。電波が、あ、この、あ、なるほどね。うわあナイス。え？ナイス。はい。はい。あの、一番左下の、なんていうんや、これ。展望デッキで先端が死んでて、うん、その左のベントが開いたと思う。多分。ああ見えてないのか。じゃあ速攻じゃん。そう。あるとさセキュリティの後どこへ？俺？そのまま電気室。え電気室おろ？い通ったで？ん？あいやあなたセキュリティで見てたのは俺見てるよ。ああそうかそっから右かごめん。あれ、うん、俺そっから左行ったんごめん。あちゃー。え、でもアルトさんって左から、あ、でも弁当が開いただったらアルトさんじゃないのかな、左に行ったの。多分弁当やと思うんやけど、ごめん、弁当の方は自信ない。アルトさんは左から来てる、俺がセキュリティ先取って、キッチンでアルトさんとすれ違い、僕は今武器庫通信室で直してるところ。診察室でダウンロードし、あ、電波拾えるところに行って送るみたいな。なるほどね。電気室通ってセキュリティ行ったところで、明夜君がいて、うん。で一回そうって言ってで俺もカメラ一回見ようと思ってセキュリティに戻るタイミングで明夜君とそこですれ違ってる。これなそう。キッチンセキュリティ館で。うんそうそうそう。だから左に行き切ってないんだ俺。だから弁当はほんまに自信ない。ただただ展望デッキで死んでた。いやでも弁当だとしたらコックピットだコックピット金庫室とかから行ってる以外ないと思ってて僕は今あの通信室の前コックピットの扉が閉まってるんだよね今でも多分、うんうんうん、で通信室で僕は先に通信室の扉開けないとと思って通信室の扉開けて今コミサボを直してる最中なんだけど、うんうん、僕はミーティングルームです。武器庫に入る人は見てないかな。サントスシャワー室電気室付近でサントスさんあったよね。あった、うん、うん。ごめん、トータスさん視点で誰が一番怪しいかと。うわ、わからん。釣らなきゃいけないですよね。トータスさん視点で一番怪しい人か、でもセリフする必要ないのか、どうなんだろう。僕はサントスさんに入れたいですけど、あ俺もサントスさんかな。俺もサントスさんやけど。それでまとまるんだったらサントスさんに投票しませんか。うん。サントスさんか。テラゾさんが死んでるから。私はさっきのやっぱアルトさんが切ってて、ね、サントスさんが見つけたんじゃないかな。うん。いやこれでも4人かは。多分テラトさん見たのはサントスさんだよね多分ね。ぶち殺しまくってやったぜ。あだよね。その音楽と合ってないんだよ。よかった推理残しといて。うん。サントスさんにサントスさんにシャワー室でキルされた。あれ？サントスさん釣ったのナイスですね。あれ今日夏目先生いるの？夏目シャワー室緑青緑って歌いながらやってたらサントスさんにキルされた。あれサントスさんやっぱ相方の死体発見しちゃって。ああ名推理出ましたねこれ。えこのダイヤモンド。あゴシゴシ。あ。あ死んでる。およよどこで死んでるんだろう。カン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 。あれ携帯楽しい。あ違うわ、平蔵さんが殺されてるって思ったけどさっきの楽しい。あおうナイスボタン。ありがとうございます。ボタン。
ごめん、トトさん、先に謝っておきたい。はい。あの、もう一回入力しなきゃいけなくなっちゃった。いや、こっちが竹雄さんも来てる。ああ。ああ、そしてタスク勝利はほぼ無理なことを。そうなんですよ。そうなんですよ。もうほぼ無理だな、確かに。うん。振り切るしかないか。一本切りで。で、今の時点で竹雄とタスが、ほぼないと思ってもらって、メイヤーあるとどちらかみたいな話だと思うんですけど。だったら、絞れるね。まあ、初日の犯行位置からすると、俺、アルトさんかなって思うしかないんやけど。てか、そうだよね。初日って、コックピット、ピンコ、コックピットで、うるせえ。ちょっとミートストックあげんも。で死んでたってことは、うん、サントスさんの線ってないの？俺はトータスさんを疑ってなくて、ね、そう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 。サントスさんってどこにいるって言ってたっけ？サントスさんね、なんだっけ、メイヤサントスつってたんだっけ、あの時って。いや、僕は違う、僕右。サントス、誰つってたんだっけ、ちはやサントスつってたんだっけ、なんかも。あ、アルバサントスだっけ、もう分かってた。いや、ちはやサントスだと思う。いや、違う、ちはやさんが最初に死んでたはずだから、それは違うはずだわ。うん。まあいいや、とりあえずサントスさんの線を僕は普通に追ってたから、はい、失礼。トータスさんは武器庫で確かにいたので、うんうん、トータスさんが僕を怪しむのは至極真っ当なんだけど、うん、いいんじゃないですか。あ、でも無理か、そこペアで俺が殺されるときついからな。いや、もう追放した方がいいと思うよ。ここは決め打ちじゃないのに。今、あ、竹雄さんはないんだもんね、絶対ね。まあ僕サントスさん釣ってますからね。まあそうだね、うん、確かにそんな提案をしたのは竹雄さんだね。それで言うなら僕もテラ、その前の議論でサントスさんが中にいたのおかしいんじゃないっていう風にサントスさんにヘイトは向けてはいるけど、まあ素直に行くとアルトさんなんだけど、メイヤさんと白要素って もっと他になかったでしたっけ。僕の白要素は初手キルは絶対関われないっていうことを中野アルマくんが証言してくれて、僕と一緒に動いてさっきのキルも先端さんが時間的に無理だねっていうことを証言してくれてる、うん、だからサントスさんが全部キルした場合だったら僕のキルはありえるけど、それ以外のキルは僕はできないよ。違ったらしまん。そっか、決め打ちはまあ大事だからな。僕スキップしてしまった。なんで君はスキップしてんだよ。分かんないから。あー、よかった。ナイスナイスナイス GG ナイス。結局キッチンはサントスさんがセルフだったの。怖いです。あ、そうなんね、多分寺蔵さんが見つけちゃうと、あ、そうそうそう、寺蔵さんが見つけそうになったからって感じですね。ちょっとその殺してから秒数経って判断てか、あの展望に逃げようとしたんですよ。そしたら展望から来る人が見えたから、あ、ダメだと。あ、じゃあ俺が見たのはサントスさんだったのか。あ、そうそうそ う, そう、うん、黒いじゃん、白とか言ってたけど、うん、まあ反対だ。白色全くなかった。色味がなかっただけだったのかな。すいません、あの金庫ってこれどうやってやるんですか。ダイヤモンド。金庫だけ俺勉強したで。クリックを押したままこう操作しない。磨く。キュ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 って。いや、あ、いや、金庫じゃないですか。荷物。貨物室の。そうです。貨物室の。クリックしてそれをずっと保ったまま左右にクリックいって、うん、あの数字になる、うん、同じ数字になるように移動させていって、で三つやったらあのハンドルをぐるぐる回して。ハンドルの色が変わる、回せるようになったら。あれね、ちなみに竹雄さんバグでね、あのそれやってもね、はい、なんないことがあって、俺もさっきそれできなくて一生やってたんだけど、なんか一回その時は止めて、なんかタスク閉じてからもう一回開くといいっていうコメントで教えてもらった。あのちなみに僕タスク無理ですって言った理由がそれが絶対できないからな。ゲージ的な問題じゃなくて、一番最初のこのマップやった時それができなくて、最初の会議までずっと俺それやってたもん。マジで無理だった。多分バグだと思う。よし、じゃあそこで殺そう。次は。ちなみに超えちゃいましたけどどうします？なんか消化不良の人いる。あ、いや、もう終わりましょう。で終わりですか？はい。じゃあ終わりですよ。展望デッキで電波飛ばせたら殺されちゃった。めっちゃ楽しいとか言いながらやってたら、あと3人ぶっ殺された。デッキであの呼び出されると展望デッキの音バレバラバタバタバタってずっと鳴り続ける。そう、めっちゃうるさかった。僕止めましたもん、音楽。ちなみにこれメタになるから聞かなかったんですけど、コミサボってこれ例えば直さないまま通報入ったら次のターンコミサボ直ってないですか。直せないまま、うん、直ってないんじゃない。
治ってないんじゃない。なんか一回治ってなかった、治ってるような気もした時あったんですよね。それね、俺今ね直し、今のターン、前のターンにコミサドを直し、ギリギリ直したと思ってたんだけど、治って、なんだろう、レポートっていうかあれだったから、それで治ってたってことですか。あ、そう、治って次のターンから始まってないから。俺は直してますよって言おうと思ったけど、これメタになったらあれだなと思って言わなかったんだけど、どっちなのかなと思って、直ってんのかな。じゃあタイミングがすごい良かったのか微妙ですね。いや違うんですよ、だからコミサボのままボタンになったら直ってないままスタートするのかわからないっていう。忘れたな、わかんないですね。まあおいおい、まあ早く直してほしいですねバグ。うん、練習しないと。次まで地図を5番作ろう。そうですね、ああ楽しみにしてるわ。